き。あ、諦めた。お、大きいと頑張るんだ。そうか。はい、飛び込まない場合、相手ね、階段から降りていくんですが、後ろからそーっと入っていきます。で、少しずつ体を慣らしてからね、泳ぎ出すんですけどね。よいしょ。はい、もう人がお風呂やプール入るときと同じですね。はい、いってらっしゃい。バイバイ。うわー、キナちゃん泳いでるよ。いざ泳ぎ出すとね、泳ぐのも得意ですし、潜るのも得意なんですけど、ちょっとうちのゆきちゃん丸っこすぎる体型してるんでね、長い時間潜るとあいつお尻が浮いちゃうんですけどね。はい、今必死で沈んでるお芋とかね、お肉とかを食べてますね。うわー、うわーしょ。かなり頑張ってる感が今日ありますけどね。はい、で途中で息が持たなくなって、あいつ顔が上がった時に口の中で溜めてる餌をあえて前足の甲を使って落とさないように支えながらね、また食べていきますね。はい、まだあるよ、こっち頑張れ。で、逆立ちの時にね、よく足の裏も、普段ご覧いただきにくいのが見えるんでね、しっかり見ていただければと思うんですが、やっぱり冷たい雪や氷の上を歩くので、滑りにくいように冷たくないように結構広い範囲に毛が生えてますね。ホッキョクマの足の裏を毛がびっしりと生えているのが特徴ですね。同じクマでも森に住んでるクマは毛があると滑っちゃうんでね、木登りの時滑るので手のひらや足の裏は毛が生えてないですね。頑張れ。はい、今度意地悪に上に投げたんですけどね。一度降りると上がるのもめんどくさいんで、あの辺から取れないかなって一生懸命覗くんですけれども、はい、分かってるんでちょっと取れない遠くにね、投げたので、今からねめんどくさそうな顔で上がってきてくれると思います。よいしょ、よいしょ。はい、目細めてだるそうに上がるんですけどね、まあ上がったら好物の蒸した芋があるんでね、上がってって食べてくれると思います。ああ、もう上がった。はい、で最後ね。